思い出のガンプラキットレビュー集。飛行戦機ドラグナー。フォルグアーマー。ダウ戦。フォルグアーマーとは、飛行機に手足が生えたデザインが素敵な、ギガノス軍の空戦用メカなんだ。ダウ戦は、シュワルグより後発のフォルグアーマー。どっかのデザイナーが、優れたデザインってのは、何をするためのメカなのか見る人が見ればすぐわかるって言ってたけど、まさにこいつは飛びそうなデザインのメカなわけですよ。シュワルグよりも高性能なんで、主に空戦用の指揮官機として運用されてたりしたものだよ。武器は、大型ハンドレールガンに、機関砲とミサイルポット、逆部には対地攻撃用の爆弾を満載してるのさ。まあ、登場した時にはドラグナーも空を飛べるようになってたんで、敵じゃなかったんだけどね。当時は、ダウ戦よりもカスタム機のスタークダウ戦の方が人気だったね。こいつは、軍ジェム隊の四天王の一人、人中尉の専用機だったのさ。D3 や、レビゲルフに匹敵する電子専用機だったのだよ。パないねー。時期の分身をホログラフィーで作り出す、電子専用エリントポットなんて活かした装備もあったものだよ。ブルーの機体色が美しい機体だったんだよね。劇中では、あちこちで散々悪さをやらかした後、ギルガザムネの思考コントロールシステムの悪影響で、土地狂った軍ジェム大佐に清流島で真っ二つにされて、お星様になっちゃったんだー。キットの当時の値段は500円。ドラグナーのプラモデルでは、シャープな造形が素敵なキットなんだよね。薄っぺらいレールガンじゃなくて、円筒形のぶっといレールガンがついてるのが売りなのさ。プロポーションも、設定画とは若干違うんだけど、劇中の雰囲気の再現という点では20丸。パーツごとに制作できるので塗装も楽だねー。でもねー、翼の部分がヘロヘロなんで、真鍮線とかで補強が必要だよねー。足の裏側も変形すると目立つんで、プラ板やパテで塞ぐべきだね。それと、頭部の髪飾りみたいなアンテナがすぐ壊れるんでやんなっちゃう。ここは、プラ板や金属板に置き換えたり、スプリングや真鍮線で補強したりと、当時のモデラーたちも工夫を凝らした場所なのさ。懐かしいねー。逆部にロール軸がないので、追加してやるとポーズがつけやすくなったりするんだよ。ジオラマにするなら、ダウ戦を隊長機に、シュワルグを2機か4機つけたいところだねー。軍ジェム隊の再現は、どうしてもゲイザムがネックになるから困ったもんだよ。本当にね。ドラグナーの当時もののキットを作ってると、ポリキャップが割れることがたまにあるんだよねー。当時のやつだからか、グレーのやつだからなのかはわからねー。CMs のバイファムシリーズのポリキャップも型のやつがすぐ割れちゃったよ。参ったねー。こいつのポリキャップの色もグレーだったんだけど、ポリキャップの形状自体も悪かったからねー。